はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さん100鬼彦倒せましたでしょうか？最近のさ、プニプニって非常にね、難易度が高くなってきている。僕はですね、いつも Galaxy S9 Plus、Android なんですけども、こちらの端末を使ってプレイしています。だけどね、最近なかなか勝てなくなってきた。で、プニプニはね、結構その使う端末ごとにやりやすさ、これがね違ってくるんじゃないか、そんな話もね聞いています。 iPhone がいいとかね、タブレットがいいとかね。今回こちらをね買いました。でかいよね、タブレット。 Amazon で1万円で買いました。正直激安タブレット、これがどうなのか、今日はね徹底的に使い倒していきたいなと思います。これですね、Amazon の Fire HD 10 2019年モデルということで、結構ね最近出たタブレット。これがですね、宇宙一コストパフォーマンスが高いタブレットと言われている。何を隠そう、僕はですね Amazon 野郎なんですよ。 Amazon のねスマートスピーカー Echo を使ってます。そして Fire Stick TV 4K、 こちらも使っています。だから Amazon といったらコナン、コナンといったら Amazon ですよ。で、今回買ったのはこちらですね、 Fire HD 10 タブレットブラックということで、一応ね 32GB と 64GB があって、値段違うんですけども、これは容量が違うだけで性能は同じです。僕が買ったのはね、こちらの 64GB のタイプを買いました。どうなんだろうね、普通に使う分には 32GB でも全然問題ないと思います。で、 Amazon タブレット7インチ Fire 7、 Fire HD 8、 そして Fire HD 10とね、3種類ね現状あります。どれを買おうか迷ったんだけど、 HD 10がですね一番ねコスパが高いかなと思います。あとですね、若干性能がですね HD 10がね高いので、ゲームをやるなら、もうプニプニマジでやるなら、実況者ならですね、やはり HD 10がいいかなと思います。ただ気になるのはね、サイズ感ですね。若干10インチでかすぎなんじゃないのか、これがやりやすいのかやりにくいのか、ちょっとねこの後やっていきます。性能的にはですね、画面の解像度は 1920×1200 なんで、十分でしょう。そして CPU はね、オクタコア、そして2ギガラムということで、若干非力な気はしますけども、スマートフォンのゲーム普通にやる分にはね十分じゃないかなと思います。そして嬉しいのがですね、ステレオスピーカードルビー対応、そして USB が Type-C ですね、これは嬉しいよね。そしてマイクロ SD カードにも対応と。そしてバッテリーはなんと12時間、これだけあればプニプニしまくれます。そして重量がね若干重い、 504g、 これがどうなの、これ長時間プレイにはどうなのかなっていう気はするけども、いいでしょう。他のタブレットはねどうなのか、例えばですね iPad 10.2 インチ第7世代2019年秋モデルはですね、今 32GB で値段がですね 35,980 円ということで、Amazon タブレットの3倍以上の値段がするんで、これはやっぱり Amazon タブレット圧倒的パフォーマンスじゃないの。他にもですね Android 安いタブレットありますけども、それでもですねさすがに1万円以下で使えそうなモデルありません。2万円でもねどうかなっていう感じですよね。 iPad Pro とかなんてさ8万6000円だよ、どうなのこれ。サイズ感なんですけども、 Galaxy S9 Plus と比較してみるとだいぶでかい。この Galaxy もでかい端末なんですけども、それよりも圧倒的にでかい、なんといっても10インチだからね。さあ、それではですね、端末の録画機能を使ってですね画面をねキャプチャーしながらプレイしていきます。なので若干ね端末には負荷がかかっている状態でですね、Amazon の端末は Android ベースなんですけども、一応 FireOS ということで独自のアプリストアがあります。この Amazon アプリストアでね、基本的にはねこのアプリをダウンロードしてくるんですけども、安心してください。妖怪ウォッチプリプリ Amazon 版がねあります。なのでこれをやっていきます。どうなんだろうね、 Android 版とかさ、iPhone 版とかとちょっと違うのかな、分かりません。見た感じは全く同じ。さあバージョン4ですね。さあ行きましょうか。相手は強敵の100鬼彦。今ですねトーナメントの優勝回数102回まで来ました。全体ランキングはですねもう3000回とかさ、もう訳わかんない数字になってきてる。どうなんだお前ら、寝ろよっていうね感じなんですけども、僕がね今102回で順位が3万2000位ということで追い上げていきます。
さあ行きましょうか、強敵。さあその前にワクワクします。 Amazon 版でもワクワクできます。同じです、人玉、安定の人玉です。さあ百鬼飛行行きましょうか。さあ挑戦者強敵です。まあやってみた感じね、端末別にね特に動きがねカクカクするとかそういうことはねあまり感じられない。まあ基本的にはギャラクシーと同じ、まあ多少カクつくのはね、まあこのゲームアンドロイド版ではまあどの端末ハイスペック端末であっても同じなんで、まあそんなに遜色ないでしょう。しかしプレイ感覚はねだいぶ違う。それはねやはり画面のデカさ、このデカさはねちょっと今ねまだ慣れていないのでいつものサイズの方がやりやすく感じるけども、やっぱりでかいとこの使いやすい、使いやすいというかねプニが見やすい、そしてつなげやすい、そして何より両手が使えるんですよ。だからねまあこれも慣れがいるんだけど、ちょっとこのプレイスタイルがさ全然変わってくる。でこのサイズいつものようにタッチペン使ってやろうとすると非常にやりにくい。それはどうなのかなっていう気がするんだけど、タッチペンでやるよりもこのサイズになると両手を使って指でやった方がさやりやすい、落ちません、まあ、この落ちる落ちないとかそういうのはね変わらないです。 Amazon 版でも Android 版でも変わりません。当たり前だけどね、それ変わったら問題だよ。さあそれではねスコアタックやっていきましょう。ここはちょっといろいろ差が出るんじゃないの。全体スコアなんだこれ、やべえぞ、トップのやつやべえぞ。さあ追い上げていきましょうか。みんなキラキラアイコン使っている。さあ今週はですね山吹姫そして星影オロチにスコアボーナスがついている。まあオロチは持っているんでオロチは使っていきましょうか。さあそれではパーティーはですねどうしましょうか。これでいきましょう、もうガチパーティーでいきます、マジで取りに行きます。さあもちろんアイテムは全て使えます。でですね録画機能ちょっとねこのスコアタックだけオフでやってみます。まあ多少なりともですね端末内部の機能で録画すると、まあ、キャプチャーにねちょっと能力取られるんで少しねこの動きがね悪くなる可能性がある。まあ感覚的には分かんないレベルなんですけども、ちょっとスコアタなんでもうワンチャンでいきたいんで、この録画機能に関してはオフでいきます。なのでちょっと画面で見にくいかもしれないけども、まあ今回だけねちょっとこれでやらせてください。で両手を使ってのスタイルはね慣れがいるけど、これ慣れたらねやばいかもしれない。そしてこのプニのサイズがねちょうどね指の大きさ的にはちょうどいいかなと思います。僕はですね他にもタブレットいろいろ持ってます。NTT ドコモの D タブもね持ってます。時々使ってるんだけど、あれは画面サイズが 8.5 インチで、スマートフォンのね NTT ドコモの Galaxy S9 プラスはあれ何インチだろう、6インチぐらい、もうちょっとでかいかな、 6.2 インチぐらいかな。まあスマートフォンの中ではね、まあ、最もでかい画面のサイズですよ。まあ、それに比べてもね圧倒的にね圧倒的にこの Fire HD10 はですね画面がでかい、10インチ級だからね iPad よりもでかいか、まあ同じぐらいかな。そうこのレンダースタイルこのボーナス玉とかだいぶだからスタイルが変わるんで、これ確立したらやばくね。まあただやはり厳密に比較するとまあ、端末のスペックということもあって NTT ドコモの Galaxy S9 プラスな方がやっぱりちょっとね動きがスムーズというかね、それはあります。若干やはりこの Amazon のね Fire HD10 はね比べるとねちょっと遅い、シビアな勝負ではちょっと差が出てくるかもしれない。まあ言っても値段が違うからね、NTT ドコモの Galaxy S9 プラスは、まあ、発売当初で10万ぐらい、10万以上したし、それに比べてこっちはさ、発売当初で1万円だからね。だから、価格の差を考慮すれば、まあ、全然あり。そして、まあ、全くこれ、勝負にならないかっていうと、そんなことはない。ちょっと練習したり、コツをつかめば、これでもね、十分太刀打ちできるんじゃないかなと思います。コンティニュー使いましょうか。
今週もまた難しいスコアタックだよね。まあカチカチ鎖姫使ってタップのデカプニと、まあこのオロチのね、まあちょっと連発しやすい、そのあたりうまく使ってやってフィーバータイム中にねたくさん連発できれば、まあワンチャンありそうな感じ。あとボーナス玉の処理がね難しい。まあこの画面サイズに関してはまあ両手使ってポチポチねボーナス玉潰しながらうまくやるんだけど、どうなんでしょうかね、これがいいのか。まあでも意外とスコア伸びたぞ。さあ結果どうなんでしょうか。8億超えということで順位が気になる。まあ言っても山向き姫持ってないんで、あそれでも6654位。まあ勝負にならないっていうこともない、ちょっと頑張ればいけるね、ワンチャンあるよ。さあそれではね、ちょっとトーナメント、通常トーナメントの方のでの動き挙動をねちょっと確認していきたいなと思います。まあ通常トーナメントであればそんなにねシビアな操作要求されないんで、普通にねまあ動き的には滑らかにいけるんじゃないかと思います。まあキャプチャー今ね画面キャプチャーしながらやってるんで、端末に負荷がかかっているとは言っても全然大丈夫だよね。これならまあ実況者とかさ、あのそういう人でもね画面キャプチャーしながら普通に使える、いいんじゃないの。さあクリアしました。どんどんね勝ち進んでいきます。 Y ポイント貯めるぜ。でもう一つね、この Amazon のタブレット Google プレイ、まあ基本的にはねオフィシャルでは使えないんだけど使えます。 Google プレイ入れました。で使ってみた感じね、全然問題なくねプレイストア使えるんで、まあ Android タブレットとしてもいいんじゃないの。まあ試しにねこの妖怪三国志 Google プレイからダウンロードしてね入れてやってみましたけども、全然動きは普通に使える。まあ当たり前だけどね、だから最新の Android タブレットとして使っても別にいいんじゃない。さあ稲妻 11SD もですね普通に入れて動きました。全然問題ないです。むしろでかい画面はやりやすいか、迫力あっていいよね。さあ郵便受け取っていきます。